月岡寺は、新潟県南魚沼市にある1596年改装の総当州の寺院である。3号は水流山。雲道庵の別院として改装され、上田観音札所第5番札所になっている。金城山登山の月岡寺観音山コースの起点で、里山には拳遊歩道も整備されている。創建された時期は、慶長元年とされ、回帰は、 月岡劇という当地の長者。創建前にも屋敷の一角に世を設け、100年、来住職が住んでいた。五海山は本寺である雲道安の19世である、一英長、尊大和尚。自弱は、万寺三年。江戸末期と明治初期にかけて10年足らずの間に二度の火災を出し、それ以後三号を水流山に変えたが、火災のため、 江戸時代の書き物は等はほとんど残っていない。23世、ソリン前英大和尚は、明治24年に長岡に生まれ、大正5年10月に新山。実家は家具関係の仕事をしていた。24世、重教祖両英大和尚は、大正9年7月16日生まれ、熊戸庵で修行して先代が、体が丈夫でなかったため、昭和26年新山。 平成22年に、台東。25世、大活営。新大予将は、昭和24年10月生まれ、相当州の駒沢大学には入学せず、早稲田大学教育学部に入学した。平成13年に、神奈川県小田原市の先にある、大大山西条寺で修行し、平成22年に、住職の任命を受けた。平成28年1へ。月、 26世位、自楽つとむゆは、昭和58年11月生まれ、静岡市出身、静岡大学卒、大本山英平寺、秋葉総本殿下眠祭にて修行。平成30年6月9日に、慶長会法要26世住職の任命を受けた。平成30年より、水流産の縁日を開催、英体区養途を混流。 令和2年5月、お寺を会場としたお葬式を開始。8月19日、座禅会を開始。亀倉里江と入籍。月岡寺地後行列月岡寺新山式。南魚沼市指定文化財。南魚沼市。2013年1月4日閲覧。水流山の縁日。水流山の縁日実行委員会。2019年1月4日閲覧。市民バス枝。田。 伊豆田コース、南尾沼市、2019年1月4日閲覧、ありがとうございます。